こんにちは。今日はハイゼットジャンボの2台マットを取り付けていきます。もちろん専用品なんて高けえもんは買えないので、自分でカットしていきます。やっと開いた。ハイゼットジャンボは2台の奥が箱みたいになってるので、ここをカットする必要があります。ということで長さ測ります。測ったらペンで印つけとく。横方向も測る。毛がく。そしてカットしていきます。厚さ5メートル M のゴムマットは普通に切りにくい。あ、ちょっとずれた。横方向はハサミでカット。両方カットしたからとりあえず仮合わせ。新品は丸まってるから分かりにくい。じゃ、ひっくり返して表にしてみよう。表 A、A、A。よし、OK。しゃあないから前側をカットしよう。はい、切りました。はい、今度こそ完成。前側もまだ丸まってるけどぴったりです。いいじゃん、いいじゃん。